注意。この動画には以下の内容が含まれている場合があります。面白くなかったり違和感を感じた場合はご視聴を控えてください。また作成者に不快をかけるコメントは控えていただきますようお願いいたします。みんな、阪神の観戦は楽しかったね。本当にかっこよかったわ。今年は阪神タイガースが絶好調だったね。リーグ優勝では阪神だったから。あと、オリックスもリーグ優勝を果たしたし、阪神とオリックスは最強だったよ。うぷぬし、今年の日本シリーズは阪神とオリックスが進出決定したんだぞ。それじゃあ日本シリーズの勝負は阪神対オリックスってことなの？ああ、次の試合は日本シリーズの関西ダービーが実現するんだ。これ、関西人だったら大盛り上がりね。阪神とオリックスの戦いが見てみたいわ。そうだ、阪神電車の各駅には、優勝ポスターや広告が展示しているぞ。これはリーグ優勝の時の撮影ね。特に甲子園駅ではたくさん貼られているわよ。甲子園駅では優勝と書いたポスターが貼られていて、阪神ファンの人は大歓迎となっているようだ。もし阪神が日本一になったらどうイベントが起きるだろうか。しっかり阪神を応援してあげようじゃないか。そうね、阪神を応援してあげましょ。それじゃあ本題へ入ろうか。うぷぬし、今日の企画は何するんだい？今回は、ちょっと待ったー。誰だい？もしかして、あなたは阪神ファンなんですか？いきなり誰だい？急に現れて。あ、そういえばまだ自己紹介はしていませんね。僕は阪神タイガースの大好きな坂本です。私も同じく神田です。あ、阪神というネーミングで表しているみたいだ。それより、男の人はともかく、なんで女の人はカープみたいなユニフォームを着てんのよ。昔はカープファンだったけど、今は阪神ファンに変わりましたよ。でも、ユニフォームを捨てるのは嫌だから、代わりにこれを着てるんです。もともとこの女性はカープファンだったのか。まあいいか、坂本さんと神田さんだったね。一緒についてくるといいよ。ありがとうございます。これで素敵な旅ができます。なんだか楽しそうです。別に旅ということじゃないけどね。みんな、X のトレンドに、阪神難波線シリーズって記載していたのは気づいた？それ、僕も見ましたよ。阪神難波線シリーズはちょっと面白かったです。私も見ましたよ。本拠地である、阪神電車の甲子園駅と、ドーム前駅のことですね。そうよ。阪神は甲子園球場、オリックスは京セラドーム大阪が本拠地なの。てなわけで今回は、阪神甲子園駅から、ドーム前駅まで乗車する企画にするんだ。うぷぬし、それは面白くなる企画になりそうだ。つまり阪神甲子園球場の駅から、京セラドーム大阪の駅まで乗車企画をするんですか？楽しみです。期間中は全列車に、阪神リーグ優勝のヘッドマークが飾られているんだ。うわぁ、阪神の優勝は最高ですね。やっぱり阪神最高ですよ。もともとは広島カープファンのくせに。お、あれは甲子園球場100周年記念のラッピング電車じゃない。あのラッピング電車と優勝ヘッドマークの組み合わせはプレミアムものです。記念に撮る人がいるみたいです。
よし、奈良行きの快速急行が到着するぞ。これに乗ってドーム前駅まで目指すよ。あれ？どうやら近鉄電車みたいよ。あやや、それは残念だったな。うぷ主、昔は大阪近鉄バファローズという野球チームがあって、当時のオリックスブルーウェーブと近鉄バファローズを吸収合併を行ったため、オリックスバファローズに変えたんだ。そうか、オリックスは近鉄に合併したってことか。そういえば、昔は近鉄の野球チームがありましたね。本当は阪神電車の方が良かったですが、仕方なく近鉄電車に乗りましょう。それじゃあ出発進行だ。このままドーム前駅までレッツゴー。うぷ主さん、話飛びれましたが、あなたは阪神ファンですか？一応阪神ファンだよ。野球も好きだけど鉄道が一番好きなんだ。うぷ主は子供の頃から鉄道が大好きなのよね。一体鉄道のどこが好きなんだ？車両か？車窓か？とにかく電車に乗るとか、車窓からの景色を眺めるとか、まあ全部だな。うぷ主さんは電車が大好きですか？僕と神田は野球の観戦が好きです。特に私たちは阪神タイガースのファンなんです。早速駅が見えてきましたね。あの駅は向川駅で、向川線の乗り換え駅とされているんだよ。川の上に駅だなんて、面白い駅じゃない。そうですね。向川駅は急行や快速急行なら停車する駅なんですよ。向こうに見えるのが尼崎センタープール前駅だな。え、近くに市民プールがあるんですか？残念ながら違うわね。ここは協定場前の駅だから、協定に興味ある人はこの駅で降りるんだよ。そうなんですか。市民プールと間違えてる人がいるみたいですね。さあ、尼崎駅に到着するよ。この駅で本線と阪神南波線の乗り換え駅なの。分かれるのはその先の大物駅だが、尼崎駅の乗り換えが便利になるんだ。へえ、この駅で乗り換えが便利になるんですか。阪神南波線の開通前は、西大阪線と呼ばれていましたよ。そうね、南波線の開通前は西大阪線で、当時は尼崎、西九条間だったの。この駅から南波線に入り、阪神南波線は最高10両編成まで運行できるよ。長めの車両で運行できるのですか？現在は本線でも8両まで運行できるよ。通勤や観光なら便利で行けちゃいますね。それじゃあ尼崎駅を出るわよ。この駅から阪神南波線に入り、快速急行の次の停車駅は西九条駅だ。昔の快速急行は平日の昼間のみ、阪神南波線内は各駅停車だったそうです。当時は大物、千鳥橋間にも停車していたけど、今は短縮するため、通過駅とされてしまったのよ。この南波線が開業されたことで、神戸方面から、南波、奈良方面に乗り換えなしで行けるんだ。これなら便利で行けちゃいますね。乗り換えなしで南波に行けるのは、ありがたいです。もうすぐ淀川橋梁を通過するよ。現在は建設中だが、完成すれば右側の鉄橋で走らせるようだ。これって確か、全国的にも有名な水面スレスレの橋と聞いているわ。台風や大雨などではヤバいことが起こりそうです。そのため、今の鉄橋を廃止して新しい鉄橋で走らせることになるんですね。ああ、台風や津波の被害が起きないよう、高い鉄橋で被害対策をするんだ。ちなみに淀川橋梁は、来年で100周年を迎えるんだ。あと、この路線も100年となる。最初は電報線と呼ばれ、その後は西大阪線、そして阪神南波線と呼ばれるようになりました。もうすぐ西九条駅に到着だ。ここは JR 環状線と夢咲線の乗り換え駅だ。USJ アクセスの利便性が高くなったらしいです。そのおかげなのか、と休日ダイヤでは混雑することもあるらしいです。環状線も乗り換えできるので、新世界や天王寺には行きやすくなったわね。もちろんここは10両まで運行ができるよう、ホームが延伸されたそうだ。もともとこの駅は短いホームだったが、難波までの延伸で、ホームが10両で対応できるようになったわけか。近鉄電車と相互乗り入れを行っているので、近鉄奈良線は最高10両まで運行ができます。それじゃあ、西九条を出発だ。もう少しでドーム前駅に到着するぜ。この先は地下へ入っていきますね。なお、阪神南波線は昭和時代から南波延伸する計画があったが、残念ながら大阪市と住民の反対があったため、延伸計画が中止されたそうだぞ。平成に入って、ようやく延伸を認めたってことね。昭和時代ではいろいろとありましたね。でも、平成では電車に乗りたいという人がたくさんいたんでしょうね。電車は、交通手段が良く、便利で行くことができます。やっと、ドーム前駅に到着だ。この駅がオリックスの本拠地、京セラドーム大阪前の駅ってことね。南波線が開業したことで、甲子園駅からドーム前駅までの球場アクセスが面白くなってきたわ。もちろん、快速急行が止まる駅なので、野球観戦へ行くのに便利になったな。阪神南波線の開通と同時に、ドーム前駅が開業となったんですね。それでは、ドーム前駅に降りてみましょう。ここがドーム前駅だ。オリックスの本拠地、京セラドーム大阪はこの駅が近いんだ。2009年に開業した駅なので、とても綺麗な駅です。
あと、当駅は吹き抜けがあるようだ。うわぁ、まるで御堂筋線の駅みたいですね。駅にはオリックスの優勝ポスターが貼られているわね。阪神に続き、オリックスも優勝なんです。だからこのようなポスターが貼られているんです。今年は、関西の野球チームが大盛り上がりです。ここまで頑張りましたね。それじゃあ、地上に出てエンディングに入ろう。ということで今回はここまで。阪神難波線シリーズの企画は楽しかったね。そうですね。甲子園球場から京セラドーム大阪までの鉄道実況は最高でした。阪神もオリックスも勝利したので、今後の日本シリーズは楽しくなります。ああ、今年の日本シリーズは阪神とオリックスの関西対決だ。果たして、日本一になるのはどのチームかしら？日本シリーズが期待だわ。そうだな。阪神が勝てば関西が大盛り上がりになるし、阪神電車では特別イベントとか開催されるとか。よし、オリックスに負けないよう、こっちは阪神タイガースを応援するぞ。私も阪神を応援して、関西の魅力を高めましょう。いやー、阪神ファンだったら阪神のユニフォームを着ろっつーの。ドレミの歌、鉄旅コメットチャンネルバージョン。どんだけ佐賀の線は混雑するんだよー。レディース&ジェントルマン。美濃加山までの延伸は4年延期になってしまった。ちくしょう。ファッションコーナーって駅中にあるのは便利だね。ほら、京都行こう。お天気は青い空。ラッピング電車もなかなかいいセンスじゃないか。仕事ってもんは大変だけど金を稼げるんだね。ビッ